の中がね、もう混雑してます。こんばんは。ないんだけど、あるものがない、あるものがないビーダがどこに行っちゃったんだろうか。どこに行ったのかな。出ておいで、出ておいで、出ておいで。どっかやっちゃったんかな。また髪伸びたって、ずっと伸びていく、切ってないのと美容室行ってないから、あった、よかった。いきなりバタバタでごめんなさい。ちょっと私成人型アトピーなので薬塗ってる。かゆい、ここがアトピーでいろいろ荒れちゃうんです。肌が、首も、首はだいぶもう治ってきたんですけど、塗らないと定期的に、あのなんかこういうのの感じになっちゃうんですよね。だからなんかさ、首にあるとさ、なんかキスマークみたいな見えちゃう。あのさ、首にも塗らないと。そう、なんかね、乾燥肌なんですよ。そして2022年のまとめをインスタに投稿しましたね。コメントしてくださってる方何人かもいるんですけど、ありがとうございます。はい、イエーイ、ありがとうございます。見たよって、ありがとうございます。めっちゃ長文書いちゃった。飛行機に乗る前に書いてて、飛行機に乗ってからもずっと書いて、書き終わった頃には飛行機到着してた。チューしてだって。そしてケケケオンケケケオンケオチュー、とろけるくらいの気持ちなんだだだかわいいでしょ。1年頑張ったんだね。この1年は特に頑張ったというか、いろんな試練を与えてきた神様が。でもトランポリンみたいな感じで、一回こうなってポーンって上に上がれるように、まあなってくれてるのかなって私は思っているから、トランポリン形式だと思ってます、人生は。本当に、よいしょ、ポン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 、下に行った分ね、下に行けば行くほど上に伸びやすくなるのでね、私はそう思って頑張ってました。1年、おかげさまで病院にも通いつつ良くなっていっています。本当に TikTok で流行った、あ、これなんか、ね、チャイの服で撮ろうかなって思ったんですけど、もう旬時期過ぎたかなって思って、バズる時期が、私は今なんて好きなんですけど、撮りたいけどね、今日撮ろうかな。ねえ、ということでちょっと久々のショールーム、この後は TikTok もやりますので、ぜひ TikTok はなんか夜の時間の方が見てくれてる人多いので、夜しようかなみたいな感じです。できたら急に暖房つけたんですけど、急に暑く、久々の白熊くん、急に暑い、32度パワフルバージョンで暖房つけたので、直撃してくる。どこで変えればいいんだ、違うな、週間ぐらいにしとこう。寒すぎてね、ちょっと、よし、
横顔も可愛い。やん、ありがとう。うん、かわいくてごめんとか今流行ってるの。カンナも流行りって一日一日で変わるんですよ、 TikTok は。本当に、うーん、まあ分類によりますけどね。うん、今はもうクリスマスシーズンになるからね、クリスマスの音源とか流行ってきてるけど、もうそれも過ぎていってんじゃない。クリスマスは過ぎてないけど、音源ってすぐ飽きられやすいからね、TikTok は特に。よいしょ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 。ということで。ということで。ミクリンが流行りを作るんだ、だって。私が。私がですか。よし。なんか、イヤホンもあるから、歌とかも歌おうかなって思います。あと10日で2022年も終わりだ。そうですよ、2022年も終わっちゃう。うん、朝練部で一番人が来る時間って教えてほしいです。人によるんじゃないですか、その人の層に。私だと、まあ、その仕事とか学校とかの方も、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、ほとんどなので、夜の時間帯がやっぱ見てくれてる人多いかな。で、夜勤の人もいるし、うん、大体でも意外と早朝5時とか6時とかに、5時から配信できるんですけど、5時とか6時とかに配信しても意外と見てくださってる方多くって、朝はなんか本当に少ないだろうなと思って配信するけど、毎回多いです、朝の時間帯は。なんでだろう、多分仕事向かいながらとかと思うんですけど、意外と朝の配信は見てくださる方多いですね、初見さんとか。うん、まあもう9時になるから、まあ9時10時とかは意外とその配信系はあんまり見られないかなって思ってますね。まあ、見られないかな。なんでかっていうと、その渋滞しちゃうのと、いろんな人たちと配信時間がっていうのと、多分帰ってる時間帯とかほとんどだから、まあ SNS を見れたとしてもあんまり配信とか見られないかもね。わかんないんですね。ただ朝はもう意外と、昼はあんまりいないです。昼、朝と朝一と夜はやっぱ多いんじゃないですかね。 TikTok だと10時が一番 TikTok が見られてる時間と伸びやすい時間なんですけど、うん、おすすめに回るまでのことを考えたら7時とか8時9時に投稿が一番ベスト。でも私の場合だと固定のファンの方の方が多いから、そのショールームじゃない、 TikTok だから、まあ意外と5時、3時とか2時に上げたのがバズったりもする。なんか書いてあった、あ、そうだ、そういえば投げてくれてる、アオンさんありがとう。 TikTok に撮っといてTikTok のエフェクトついてるか、可愛い、ありがとうございます。ショールームでもね、投げてください。研究してるね。研究しますね。なんだかんだいろんなことについては。まあ話すのは TikTok として。ここではカラオケができるんで、いろいろ歌っていきたいなとか思います。ほんとだ。名前変えてる。ミクリン大好きになってる。ありがとねー。ありがとねー。いいですね。TikTok と少量また違いますね。もう専門家の地位。そうですね、確かに意外と。可愛くてごめんでも1位になってるよ、ここのなんかショールームのカラオケでは。平手友梨奈さんがトレンドに乗ってて、なんだろうと思って見た、そのまだ喋りたかった見たら事務所あのそのやつも見て、そっからまた欅さんの、私欅坂さん好きだったから、曲とかも含めてパフォーマンスとかもめっちゃ好きだったから、いろいろ見たらまためっちゃハマって、今ねずっとこう移動時間に黒い羊と、世界には愛しかないをちょっと聞いてました。
いい曲、本当にいい曲全部、うん、TikTok 面白くて好きだって。なんか自分の視聴時間に対しておすすめのやつが流れてくるからすごいいいよね。なんか伸びてるのも回ってくるけど、その伸びてるのでもその自分がよく観覧しているものが流れてくるらしいです。だからみんなが多分可愛い女の子とかが流れてくるのは女の子の視聴時間が長いからだと思いますね。なんですよ。よいしょ。私一回も行けたことがなくて、けやきさんのライブ、そうだからそれがもうかなり行きたかったな本当に。みんなが震えたという不協和音を私も見に行きたかった。何歌おうかしらね。ケケケオケケケオケオチュー、我愛你。何にしようかな。控えめアラビュー HKT のやつ今検索してみててさ、控えめアラビュー出てきてさ、コンサートで煽ったなーって思ってさ、ここで煽れ誰か煽ってって聖子さんが言って、演出家の人が言って、でリコちゃんがミクリンミクリンっていう件、唯一自分の煽りがあった場所だった。不意に分かりました。了解しました。ねえほんとキャンセルケンチュー、不意には、不意に本当にいいですよね。ともちんさんの曲ユリイカいいですね、久々にね。ありあり、I'm not afraid to die.
って不意に好きになる。はこれ久々に歌うから両耳につけた方がいいのか片方がいいのか分かんなくなる。いい歌ですね。イエーイ。はい、じゃあ次次次次行っちゃいましょう。次次次。意志、私歌おうかな。バグベアさん曲意外とこの曲気になります。近くにみんながいても何を話してるか聞こえないんだ。まるでガラスの壁があるようで僕だけが装置を見ないふりしてた。 Why 何が気に入らないの。Why 僕は僕でしかない。 Why そこに笑いを浮かべて。 Why 手招きする人たちよ。一人きりでも生きてゆけるんだ。数の問題じゃない。信じていれば強くなれる。何が正しい。説得なんかされたくはないし自分は自分でいい。ずっとここから出たくはないよ。人それぞれだ。真実はいつも多数決じゃない。僕が初めて思いを寄せた。君をガラス越しにいつも見ていた。何も言葉は交わさなかったけど、いつからか時々目が合い始めたの。声を出しちゃダメだよ。僕には関わるなよ。 No 会話してるだけでも No 仲間にされちゃうだろう。一人きりでも間違っていない。何を反論されても自分の意見曲げたくない。それがプライド。妥協なんかはしたくないし好きなようにするだけだ。君を巻き込みたくなんかない。目をそらせてくれ。そうさあいだって汗がまんだ。変わりたい変わらない。自分にとってのプライオリティ。これでしかこれでしかどう生きたいか意地がある。ここから遠くで見てるよ。工場だってわかっているんだ。失うものばかりで、それでも僕は歯を食いしばって孤独でいるよ。
人きりでも生きていけるんだ。数の問題じゃない、信じていれば強くなれる。何が正しい、催促なんかされたくはない。し自分は自分でいい。ずっとここから見えたく見えたくはないよ。さあ真実はいつも助けじゃない、勘が当たる助けじゃない。次は何いたしましょうかね。ワン・ツー・シフォー・プリキュア。黒い羊歌おう。今日ずっと聴いてたからね。でもちょっと低すぎて歌えないかも。ちょっとでも歌いたい。メロディー大好き。夕暮れ時の商店街を殺到するとするようなどで踏切を渡って遠回りして帰る。放課後の教室は苦手だ。その場にいるだけで分かり合えるので、話し合いにならない。獅子だけてしまった僕は無口になる。言いたいこと言い合って解決しようなんて全然過ぎる。誰かがため息をついた。そう、それが本当の声だろう。黒い羊、そうだ、僕だけがいなくなればいいんだ。どうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。全員が納得する、そんな答えなんかあるものか。反対だ、僕だけならいつ無視すればいいんだ。みんなから説得される方が居心地悪くなる。目くばせしてる仲間には僕は厄介者でしかない。真っ白な胸に丸目立ちしてる自分だけが真っ黒な羊。といったって同じ色にすぎたくないんだ。薄暗い部屋の明かりをつけるタイミングでついてつい過去だけが残ってる。そこにいればよかったと後悔する。人生の大半は思うようにはいかない。あれ納得できないことばかり。ちなみに涙とダメさえ、それならやっぱ納得なんかしないまま、その度に何度も唾を吐いて噛みついちゃいけませんか。 No 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 全部僕のせいだ。黒い羊、そうだ、僕だけがいなくなればいいんだ。そうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。全員が納得する、そんな答えなんかあるものか。反対が僕だけならいつ無視すればいいんだ。みんなから説得される方が居心地悪くなる。目くばせしてる仲間には僕は厄介者でしかない。わかってるよ。歌が歌えないのかなって思ってしまう。
白い執念なんて絶対絶対ないとかも言えない。そうなった瞬間に僕は僕じゃなくなってしまうよ。周りと違うそのことで誰かに迷惑かけたか。髪の毛を染めろという大人は何が気に入らない。逆の大丈夫はちょっと言えない。自分の色とは違う、それだけで厄介者か。自らの真実を捨て白い羊を見つけ指を刺して笑うのか。それなら僕はいつだって、それなら僕はいつだってここで悪目立ちしてよ。本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。次はちゃんと頑張る。もう一個もう一個好きな歌があります。みんなもあーっていう準備しててくださいね。あーってイントロで、あーっていきますよ。これはこれも早いんだけど、多分早いんだけどいける気がする、はい、あーなあハハ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 できやしない。この胸に溢れる君の思いがもどかしい。真っ白なニューヨーク、僕と近づいてどこかで蝉たちが一斉に泣いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人はみんな嘘をついて忘れてる。通り抜ける風は僕に語りかける。もう少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない、君を探しに行こう。誰に反対されても帰られない。それが僕のアイデンティティ。一回コンサートやったことがあったから無理そう。空はまた明るいのに突然雨が降ってきた。僕はずぶ濡れになりながら街を走った。夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。最後に大人に逆らったのはいつだろう。諦めること強要されたあの日だったか。もうハモリしてくる。傘がなくたって走りたい日もある。未来には愛しかない。悲しみなんてその時の空模様を涙に
当番組のハモリに耐えれるかのやつやん。もう僕らの上空に虹がかかった世界には愛しかない、それだけだ。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対されても全力で走ったせいで息がまだ弾んでた。自分の気持ちに正直になるってすがすがしい。僕は信じてる。世界には愛しかないんだ。いい歌の、もういい歌なんで聞いて。すごく大好きなんだ。いやー、いや早木、何を歌おうかしらね。何にしようかしら迷っているんだけれどもね。あざとかわいい、何にいたしましょうか、何にいたしましょうか。私に歌える曲はあるのかしら。何にしようかな。前髪めっちゃ長いんだ、ほら超伸びた。だから切りたいんだよね。前髪浮かせてる。僕らの制服グリーンさん、あ、イコラブさんですよね。私 AKB のクリスマスソングもあんまりわからない。クリスマス、メリメリクリスマスのやつぐらいしか知らないからさ、これも歌えるかわかんない。自信持って、わかんないんだけど、歌えなかったらみんなに歌ってもらう。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。見たことない景色は僕らの制服クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫私もさっき着いたところ少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。周りにはまだ内緒にしよう。二人先生会が始まる。君に似合うと思ったんだ、グレンジャックのマフラー。繋いだ手のひらから好きが溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけど、これがきっと幸せ。僕らの制服クリスマス。私は毎年冷えたチキン、コンビニの冷えたチキン、それとコンビニのケーキ、それで幸せ。優しく抱き寄せて強引にキスをする。ってことできないまま空の色だけが変わる。まっすぐな瞳、僕は戸惑う。君の唇が
僕の気持ちは止まらないよ。きっと君よりもいももドキドキがバレないように、将来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。クリスマスの日はツイッターが凍結した時もあった。コンビニで買ったチョコケーキを白い服にこぼした時もあった。でも幸せ。改札の前、君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。大人になって今日この日を僕は思い出すだろう。世界中で一番素敵な君とのクリスマス。僕らの制服クリスマス。早くコンビニのケーキとか食べたいな。ママがね、美味しそうなケーキ送ってくれたけどね、食べれないんだ、実家だからさ。イエイエイエイ。くしゃ。お腹すいたよ、お腹すいた、今日ご飯食べてない、気づいたら仕事忙しくてご飯食べてない、いつも仕事の終わりにご飯を食べ。1週間前くらいに東京に行ったんだけどさ、1週間前くらいにさ食べて、あ、開封してたさチーズたらさ、食べれると思う？腐ってんのかな。賞味期限は2023年の3月17日だけど、ずっとね開封したままだったんだ。食べれるよね、さすがに。多分いける。え、だよね、いけるよね。そう、いけるよね。え、大好きこれ、多分いける。ローソン、ローソン。私さ、本当にさ、引きこもりというか、引きこもりではないんですけど、外に出るのがさ、めんどくさいからさ、なんかさ、コンビニも行かずにさ、ご飯はさ、コンビニかさ、ウーバーとかデリバリーで済ましちゃうんだよね。うん、外に出ないの、仕事以外。うん、そうなんだ。でも唯一偉いところは、そのクリスマスシーズンの、え、買ったいんだけど、え、買った、乾燥してるわ。チン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 、こういう時ってチンしたらいいのかな。一回全部チンしてみよう。大丈夫かな、お腹壊すかな。これってチンできるのかな。裏に冷蔵庫って書いてない。袋の端で手を切らないようにご注意くださいって書いてある。え、どこに冷蔵庫って書いてあると。あ、保存方法、直射日光、この酒常温で保存してください。でもずっと開けっぱなしだったからな。これこのままチンできるのかな。なんか怖いよね、ミク。なんか何を入れたらバチバチになるか分かんなくてさ、こないださアルミホイル入れてさ電子レンジやったら、なんかさ線でバーンとなってさ、めっちゃ怖かったんだよね。ちょっとなんでびっくりしちゃったからさ、
こんな、なんかこれできるの、これ大丈夫、これダメ、さらにお皿に入れ替える、わかった、みんながママみたい、ありがとう、お皿に入れ替えるのよ、そのお皿に入れ替えてちょっとだけチーするの、コメント天才なんだけど、わすごいいい香りするんだけど、見てチーズがちょっと半分溶けちゃってて美味しそう、え全然見えないね、半分なんかチーズとろけてて美味しそう、美味しそう、どうしよう食べれるかな、すごい、いただきます、熱い、うん、うん、大発見、これ天才だ、みんなチンした方がいいよこれ、これ超美味しいんだけど、見て、え絶対チンした方がいい、これさ、もしも開封して結構時間が経ったらチンした方がいい、うん、本当に美味しい、見て見て美味しそう、本当に美味しいんだけど、ミクに質問があります、どうしたんですか、え本当に美味しいんだよ、なんか違うつまみみたいな感じだよね、うわマジでチーズだって、見てお皿にさチーズがちょっとついちゃってるのもったいない、天才、みんなさこれチンした方が美味しい、いやチンしない方が私は好きだけど、チンしても美味しい、それだけ足りるってね、本当にそれわかんない、でもお菓子いっぱいある、お皿舐めないでねってか、わかった、あでもちょっと硬い部分もあるね、ローリング、いや美味しそう、チーズが、マックのポテトみたいだって、確かに確かにセンスあるね、モスバーグはまだ変えてないですか、モスバーグまだ変えてないですね、うーんうーん、ご飯食べないとだって、それな、うん、外に出るのめんどくさい、外に出るのめんどくさい、僕はね、ほんとにめんどくさがり屋なんだ、そうなんです、僕はめんどくさがり屋なんです、チータラってチーズなんかな、うわこれ見て、ほらくっついてるもんも、うぅー、なんか赤ちゃんが食べるもの食べてるみたいな、ほんとにそれめんどい、わらだってそう、外に出るのめんどくさいの、うん、面白すぎて仕事中に画面見たくなる、だっておいしい、コメントに困る、久しぶりにミクリの顔を見たって、え TikTok 見てないの、
TikTok 嫌い、もしかして。TikTok 嫌いな人多いのかな。なんか何本は硬かったからもう諦めた。ごちそうさん。お菓子いっぱいあるから大丈夫。うん、お菓子っていう気分にもなってるんだな。ちょっとしかもすぐ洗い物したいし。ちょっとさ、みんなさ、待っててくれない？こっちに来なさい。よし。あ、これお米です。キッチン初見せだね。キッチン初見せ。はい、お米です。こちらお米です。こちらお米で、いつもご飯を食べるときは、炊飯器が、炊飯器を、高めの炊飯器を買ったんですけど、炊飯器でやっていってます。はーい、はーい、そうですね。ちょっとね、家なんかね、どこら辺に置こうか本当に迷うんだけど、ちょっと待って、ちょい待ち。今から私は何を食べるかというと、チンします。チンじゃ、チンしますじゃない。スープ、これがあったからこれに水入れるだけ。いや、もう本当に疲れてて、この間2時起きだったんですよ、夜ので。そっから仕事終わったんが、ホテルに着いたのが10時とか10時過ぎ10時過ぎだったから、もうすっごい忙しかった。うん、すごい忙しかった。でも割とちょっとパスタとかいつでも作れるように置いてるから、パスタがいろいろあるから、そこら辺はいけれる、できるんですよ。よいしょ。夕立ちが来る。なんかみんなに私のお部屋をさ見られるのすごく恥ずかしいんだけど、よし、こちら青汁です。買ったんですけど一回も飲んでません。コストコで買ったんですけど一回も飲んでません。お湯沸いてきたからさ、お湯入れたいんだけど、ちょっと待ってね。
って本当にこういうこういうとこあるけど、そういうのも好き。よいしょ、どっこいしょ。はい、スープ春雨、こういうやつってさ結構ヘルシーでさ、すいませんねラジオみたいな感じで始まって、ヘルシーでさ全然カロリーないんだよね。15キロカロリーとかしかない、意外とこういう系ってもうめちゃめちゃいいよね。ということで、ワイはこれにお湯を入れるだけ。あー楽ちん楽ちん、あー楽ちんだわ。よし、でこれで春雨を温めたら終わり。あたいのキッチン、あたいのキッチン綺麗なんすよ。じゃあちゃんとこうやってさ、ちゃんとこうやってちゃんとあたい料理してるんすよ。してるんすよ。いてて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 てよし、これで春雨を溶かしつつの、通り過ぎる風はうん、パーン。一人暮らししてるんすわ、ずっと長くね。パスタ作ればよかったね。なんかさ配信用にさ配信できるさ部分のちょっと見せたいよね。あのさ配信できる感じでさパスタ作りたい。パスタだったらさ冷たいパスタでもさカルボナーラでもさなんでもできるじゃん。最近はナポリタンにハマってるんです、初恋を見てから。ナッピが初恋面白いって言ってたからさ、私も初恋見たけどさ、私はイライラすることの方が多くてさあんまり共産はできなかったの。面白かったけどね。ちょっと見てない人いるからさネタバレになるから言えないけどさ、私はねちょっとイライラした。そうだからなんか、私はあんまりだったな、はい、結構お湯があった熱いのでね。ほら湯気がすごい、わかりますか、ほら湯気、湯気がすごいです。湯気アピールされてもだって。いただきます。熱いんだけど、熱いわ。どうぞ。モバメのバラは何で作ったの？トイレットペーパー、なんかね回ってきたのインスタで。トイレットペーパーでバラ作れる。うん、猫舌です。私ラーメンとか麺類とか冷やして食べるときにはもう伸びてる。おいしすぎ。バラ何分くらいで作ったん？1分。作れるよ、ティッシュあれば。折り曲げるティッシュ、今からバラ作ります。あーでもこんぐらいのティッシュだとちょっと難しいかもしれない、バラ作るの。ちっちゃいバラになっちゃうかも。まあでも見とき。今から私はバラを作りたいと思います。田中ちょっと離脱していい？だって。あ、いいよいいよいいよ、終わってるかもしれないけど、いいよいいよ全然、どうぞどうぞ。チャララ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 ラ
ちゃいバラになっちゃいましたが、できました。バラの完成です。すごくない？すごくない？バラの完成です。どうぞ。バラです。白いバラです。すごくない？これさ、普通に飾れるんよね。さ、綺麗なティッシュっていうかトイレットペーパーとかな、もっと長かったらもっと大きいバラ作れるんだけど。すごくない？バラ作りました。食べました。で、こういうのね、無駄遣いしないようにちゃんと広げてあげて、お口の汚れを取りますわ。エコ大事。想像以上にすごい。だってでしょ。最近コンビニのカニ玉にまたハマってる。ちっちゃいやつじゃなくて太い方の、何パックパックに何個か入ってるちっちゃいカニのやつじゃなくて、もうで大きいやつ、こんぐらいのやつがすごいハマってる。あっち、あう、オッケー。うん、その一本のやつ、あれ美味しい。田中さんにできないことあるんですか？塩対応。塩対応してくださいって言うの、できない。難しい。あとは、まあ、みんなはできてることだと思うんだけど、身長を伸ばすっていう魔法がで使えなくて、私他の魔法はいろいろと使えるんですけど、なんか身長を伸ばすっていう魔法だけは使えなくて、それがちょっと悲しいですね。ナコと同じ現象起きてるね。だって、あー、ナコは違うんですよ。ナコはすごい魔法使いで、そのナコ以外の人を大きくする力を持ってるんですよね、魔法を。私はただ単にその身長が伸びないっていう魔法が僕は使えないだけなんですけど、ナコは他の人たちを大きくする力を持ってるから、ナコは魔法が使えるんですよ、そういう部分で。うん。変な音出たね。うん。ただ私が身長が伸びる魔法が使えないから、ナコと一緒にいると同じ身長に見えるだけであって、ナコはそういうことなんですよ。それか私が中よりも小さいから、中が大きくしてあの身長になるのかな。うん。おいしい。100キロカロリーもない。おいしい。ミクリンはどんな魔法が使えるの？私は
まあ、大体何でも使えますよ。はい。そうですね。心が温まる。魔法かけて。ああ、もう10時になるか。10時で閉店なんです、ごめんなさい。9時半ラストオーダーだったん、あ、9時半がラストオーダーだったんですよ、ごめんなさい。やりたかったんですけど。もうちょっと閉店してるんでごめんなさい、できません。捨ててきます。でも離れるの嫌なんでここに置きます。こういう時って配信終わったら片付けるのいっぱいあってさ、大変ってなる。ああ。ということで、歌おっか。歌おっか。歌おっか。TikTok ライブをやるので、そちらの方でランキングも読ませていただきます。みずっちありがとう。もしよかったら TikTok でもよろしくね。ねえ、 HKT ばっかり開いちゃう。何しようかな。アナスターシャっていう乃木坂46の曲が、テジナーニャに見えた。アスナーニャに見えた。何しようかな。何しようかな。3番目の風ってさ、いい歌ですよね。私一回コンサート行っていい歌だなと思っちゃいました。何にしようか分かんないから分からない。うんとこどっこいしょ。あたしなーにゃいい歌だよ。アスなーにゃ、アスターシャ。何にしようか迷っちゃっているのよね。目がかゆくて、目がかゆくて、かゆかゆかゆい。誰かが名前を呼んだ世界のどこかって、何の歌だったっけ。少女たちよって、何の歌だったっけ。鏡の中のジャンルダルク。いい。鏡の中の、いや、ないでしょさすがに。鏡の中の俺とかしか出てこない。嘘、ジャンヌダルク。本当にないの？本当にないじゃん。じゃあ、あれ、なんていう歌だったっけ？タタ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 タ、胸に締めたままみたいな歌。なんて言ったっけ？なんていう歌だったっけ？どうぞなんとかなんと、禁じられた二人だ、ですよね。これ禁じられた二人だよね。禁じられた恋？禁じられた二人。なんで入ってないの？ねえ、お願い、お願い神様。
禁じられた2人、これ AKB さんの歌ですよね。 AKB さんからたどみる。あ、待って待って待って、今ちょっとヘイシリが反応しちゃったかも。止まってない、大丈夫か。禁じられた二人、あいうえを書き、き、あ、書き、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 禁じられた二人、書きくけこうとかまで言ってるから、禁じられた二人。うん、ないね。うん、ないないない。うん、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 ない。ないけど、いい感じの歌いっぱいあるね。いっぱいあるね。何にしようかな。君の瞳は、あー、じゃあ私は私は私は私、峯岸さんの。なんで入ってないの、もう激おこぷんぷん丸。いい歌ですよね、私は私。なんね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 んのんねえに、歌いたいっていう曲、なんかさ、STU さんのさ、もしこの世界からも好きだけどさ、サビぐらいしか知らへんのよね。STU さんもういい曲多いから見てみようと。よし。夢力とかいいじゃん。夢力そうぜ。夢力どこだ。夢力ないね。夢力、全力でいこうぜってないの。入ってないじゃん。ペダルと車輪と来た道とか、暗闇か。どうしようかな。よし、じゃあこれにしようか。どうしようかな。それないな、なんかないな。迷いに迷って迷っちゃってる。迷っちゃった。さっきからずっとない。本当にそれ。涙の表面張力。はい。涙の。でもさ、涙の表面張力ってさ、クリックないから難しくない？血がないからさ、難しくて目が痒くなってきちゃったよ、もう。なんかもう大好きな人はね、ちょっとまだわかんない。どうしよう。選んでレインボーなんですけど、どうしよう。なんかさ、ブルーローズはブルーローズ、ブルーローズあるでしょね。ブルーローズあるよね。ない。ワイに喧嘩売ってるんか。なんでないんだ。じゃあもうさ、ミクちゃんはさ、どうすればいいんですか。もう本当に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 今ハッピー、今ハッピーもあるね。ワン、ツー、スリー、フォー、プリキュア。風は吹いている、懐かしい。風は吹いている。何にしようかな。何にしようかな。かっくり見てたやろ。どうしたいの。ちょっと懐かしいんで歌おう。照明準備するんで、ちょっと、hey、 hey、 hey、 照明
Hey, show me your jumps. Okay? You okay? Show me jumps. Okay? Show me... Okay? ちょっと待って。映画 No, no, no 色を暗くして OK, 照明 OK, OK OK, thank you, thank you, thank you, OK, forever Yes, 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 go, go, go よし、ここからはテステステス18禁したいのくるみを働かたいからその中に何がある心を開ければその先は分かっているでしょうドゥ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 目と目が合った時何かしら感じたのよ気配でも鼓動が伝わったわ少し離れた場所であなたはそんな素振りも見せずに行くどうすれば行くのに終わったら聞こえたわ閉じたのよその声が真実したらもう元に戻れなくなるでしょう No, no No, no その手に包まれてゆっくりと持て遊ばれ愛が揺れるように悲鳴を上げているわお構いなしに力ただちょっと抵抗できない Yes どうしたいのパパとかママには内緒なのいけないと言われてた夢ならそれでもいいけれど潰していいかなデュ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 指原さんもね、感謝祭でね、歌ってた。どうすればいい？くるみ終わったら始まるわ。粉々のそのモラル。あだこと行くより愚かでも、なぜだかしたくなる。くるみ終わったら硬い。その中に何がある心を開ければ禁じてた何かが美味しいドゥ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 サクちゃんそっち込んでるんだけどドゥドゥそうドゥドゥでサクちゃんがこここう手こうやってやったのがめっちゃかっこよかったんですよすっごく今でも覚えてるミクもね裏でこうやってたんですけどね全然合わなくてすごいなって思いましたねそういえば今日飛べないアゲハチョウを見たんですよねはい飛べずにいて手を差し伸べたくなりましたそれでは聞いてください
こで嘘です。あなたを思うだけでなぜか涙が溢れ出す。いつからこんなに弱虫になったのだろう。鼻毛から羽まで生えた好きじゃなく愛してるあなたの甘い蜜まで飛べないアゲハチョウ。嘘なんかい。あなたのそばにいると不思議気持ちが落ちしか目の前の道を作ろう。いつかはどこかで巡り会えるとした。生きる理由恋じゃなく愛なのよ。誰かに奪われたくないの。大切な人だから独占したいし。恋じゃなく愛なのよ。大人の羽を広げる。蹴られちゃった。ほらあのさ、野原しんのすけだぞって言ってさ、蹴られちゃった。ちょ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 、残り 20% 残り 20% だよ。低力モードにしました。その公演を全然できないんですよ。その公演できてないから、この曲を歌う。胸の奥に打ち上がったあなたのすべて、愛しい抱きしめ燃えて灰になってしまう。
そんな優しくなぜ微笑んでるの。さっきから何も話をしてくれない人。どれだけ時をそう待つつもりなの。立ち上がりその手を伸ばしてくれればいいのに。今日のために着替えてきたお気に入りの服、どこに脱げば女王になれる。私は羽を広げてだんだんこの白くまくよっぴに見えてきてしまった。生まれて今日まで生きたこと後悔しないから、大事な何かを守っているよりいっそ。だんだんこの白くまくよに見てた。なんでかっていうと、このなんか何も思ってないような無な表情でこういうかわいいことやってるから、これマジでヨッピーみたい。ヨッピー気遣いもそういうことじゃない。今涙ながらからなんか嫌なんだけど、私のすべて両手で抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたって、それでも構わない。あなたに触れずに疲れるんよね。そう、そう、そういうところも似てるし、このね、なんかね、こういう顔で、なんかね、こういうことやるんです。だから、こういう感じに似てる。こういう感じ、こういう感じ。ミクエストアワーのふわりふわりの時もこんな感じ、裏で。うん、こうやって、こうやってやってる。うん。で、ヨッピーっていうコメントがあると、ちょ結構ね、ニヤニヤしてる。うん、嬉しそう。次は、サイレントマジョリティにしたいと思うんですけど、さっき 20% で今定力モードにしてるんですけど、 10% になったらまた通知が来て止まっちゃうから、それがちょっと怖いんですが、行っちゃいましょう。照明さん変更して。はい、ありがとう。サイレントマジョリティはこの色ですよね。できるね。
ちは君らしく生きてゆく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。日を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もない道を進んだ。この世界は濡れてても始まらない。イエスでいいのか。サイレンマジョリティ。どこかの国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ。人に任せるな。行動をしなければ脳と伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ。番を全部になり下げるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。見えやプライドの鎖につながれたような。つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーと言いなよ。サイレンマジョリティ。君らしく生きてゆく自由があるんだ。大人もうごめん、面白い。さあそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進んだ。この世界は濡れてても始まらない。イエスでいいのか。サイレンマジョリティ。盛り上がりすぎたね。疲れたね。盛り上がりすぎたね。かわいいね。疲れたって言ってる。でも最後のポーズあるけん。充電しよう。よいしょ。明るくして、あれ消えちゃった。あ、ここか。明るくして照明を消すと、ポイッとことっこいしょ。いやー、ヨッピーお疲れ様です。だってヨッピーじゃないんだ。ヨッピーじゃない、白熊あかん。はい、ということでこの辺で終了いたしたいと思います。この後はショールームをする、ショールームじゃない、 TikTok をするのでぜひ遊びに来てください。それでは、私はヨッピーとは言ってない。ヨッピーに似てるとは言いました。13位からミクちゃん、鉱石、我々は宇宙人だ、イマッチ、ジオニオンチョンティアソーエグレプスティ、フシゲピー、タツカズ、クロサンプロランチョンチニオン、ミズッチ、アオン、セイチさん、マサさん、マサさん、はい。この9位の方と、9位の方合ってますかね。この旋風の鉄牛さんと9位の方は、ロスウェフミスティーフォーフェプリスティー、アウィストゥジョージさん、いらっしゃい、Thank you。ジョージさん、Thank you。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。Thank you。はい。この後は今すぐに TikTok ライブへ移行しましょう。バイバイ。
ギフトたくさん投げてくださったら嬉しいです。